です。使用をプログラム。砂糖を10g。今日は、握り寿司にするので、塩に対して砂糖の割合が2倍になってます、チラシとか太巻きとかするときは、さらに砂糖を増やして、塩に対して3倍ぐらいにすると美味しいと思います。で、江戸前寿司のように、さっぱり食べたいときは、砂糖と塩11、もしくは入れないパターンもあります。 20cc ですね。お酢 20cc で、これはオプションですけども、味の素一振り入れると、うまみが増しますね。別に入れなくてもいいです。で、OK です。ご飯1合分ですね。約 300g の炊き上がりのご飯です。お寿司なので少し固めに炊いてください。炊飯器の内側に、寿司、お寿司っていうメモリがあると思うので、それも合わせてください。はい、全体に回しかけます。で、お酢、シャリ酢は液体なので下に落ちていきますので、下に溜まった酢を上に持ってきてバラすという作業ですね。下に溜まった酢を上に持ってきてバラす。で、全体を均等にする。で、この時大切なのが、粘りを出さないっていうことですね。ご飯の表面同士が、擦れ合うと粘りが出ますので、ご飯の一粒一粒を、剥がすっていうイメージでシャリを切ります。で、一粒一粒独立させてあげる。この時に、この時にシャリとシャリとの間に空気を入れるイメージです。そうするとふわっとしたお寿司ができます。はい、だいたい均等になりましたので、ここで休ませます。休ませる時間は、最初が2分で、その後5分、1回2回3回3回混ぜるって、完成ってことですね。休ませる時間は2分、そして5分。はい、2分休ませます。はい、2分経ちました。はい、2分経ちました。ここで、上と下を入れ替えてください。で、入れ替えてバラす、入れ替えてバラす。この時に、空気を入れるようにしてください。で、あまりいじらないですね。はい、これであと、5分置きます。はい、5分経ちました。また同じ作業ですね。ひっくり返して
崩す。で、この時に空気を入れる。して、崩して、空気を入れる。はい、これでふわっとしたシャリの完成です。で、この縁についたご飯は必ず、取るっていうか、仲間の方に戻してください。ここで、ご飯が残ってるとそこだけ乾いて、それが寿司に入った時に最悪の状態になります。はい、これで、シャリの完成です。